オートカーはイギリスのヘイマーケットメディアグループが発行する週刊の自動車雑誌である。創刊は1895年で世界最古の自動車雑誌と称している。中国、インド、ニュージーランド、南アフリカなどで国際版が刊行されている。 オートカーの1897年の広告1895年11月2日にアイリフ社によってザ・オートカルとして創刊された。その当時のイギリスには自動車が6.7台くらいしかなかったと見られている。LJK セトライトはこの雑誌はデイムラーの創設者であり、この雑誌の初期の執筆者でもあったハリー・ジョン・ローソンのための宣伝組織として、 ヘンリー・スター・メイが設立したものであると示唆している。スター・メイは1901年に編集者を辞任し、退社した。オートカーは同志が1928年にオースチン7を分析した時に世界初のロードテストを行ったと主張している。オートカーは1970年代のストライキの期間を除いて、創刊以来毎週発行されている。 1962年にタイトルをザ・オートカルからオートカルに変更した。1988年、オートカーは1903年以来のライバル詞だったモーターを吸収合併した。1988年9月7日号からタイトルがオートカルモーターとなったが、1994年9月21日号でオートカルに戻った。オートカーは世界中の出版社に、 ライセンス供与されており、現在では中国、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ベトナムなど英国のほかに15カ国で出版されている。日本版のオートカージャパンは2003年に創刊したが、2015年に休刊し、以降はウェブ版のみの運営となっている。ありがとうございます。